皆さんこんにちは。俺ってピオリタンです。サブチャンネルの方でやっていきます。サブチャンネルですよ。実は先日ですね、ジャンクな Nintendo 64を買って動画にしようとしたんですけど、ちょっとねあれだったんですよ。とりあえずこちらをご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、瀬形三四郎です。そうです、 Nintendo 64ですね。というわけで今日はジャンクな Nintendo 64やっていきますよ。よし、Nintendo 64。箱付きめっちゃ綺麗ですね。やば。うわ、綺麗。これやばい。めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗。なんで？なんでこの綺麗なの？意味がわからん。ジャンクじゃないな、これ。ジャンク品買ったんだけど、ジャンクじゃねえな、これ。めちゃくちゃ綺麗だな。フルセットで3500円ですね。まあまあしますね。ただまあこの、一つずつ揃えていくと結果高くなっちゃうんで、もうセットになってる方が安いなと思ってね。セットのやつを買ったんですよ。ジャンク品です。オークションとかフリマアプリで買った動作未確認品ってどうせ動かないんだよ。それを期待してるんだけど。やべえな。電源、オン。お、熱くー、こっちか。通電する。バッチリだ。任天堂64のジャンクってさ、ちゃんと壊れてるのってないんだよ、ほんと。多分相当頑丈なんだろうな。壊れてないな。多分これ。すごいよな。スーファミとか任天堂64って全然壊れないよね。すごいな。困ったな。よいしょ。あ、いいね。じゃあ電源、オン。あれ？映らんか？映った。あ、いやー、立ち上がった。終わりだ。終わりだよ。どうしよう。どうしよう。めっちゃ綺麗。コントローラーもバッチリだな。めちゃめちゃ綺麗。ここも、もう全然、へたってない。ボタンもバッチリです。めちゃめちゃ綺麗。新品で買ってさ、あまり使わずに置いてたんじゃない？本当に。箱の中に。いやー困ったなー。これ、どうしよう。没動画だな、これ。ご覧になりました？ええ。動いちゃってね。ちょっと没動画にしようかなと思ってたんですけど、ちょやりたいことがあって、最近ほら、スイッチで、ゼルダの伝説、ブレスオブザ、なんたら、っていうのがめちゃくちゃ神ゲーだってことで、有名じゃないですか。やりたいなぁと思ったんですけど、これまでね、あんまりゼルダの伝説やってきてなかったんですよね。で、一個だけやってたのがこちら、Nintendo 64のゼルダの伝説、時のオカリナなんですけど、これもね、中途半端。本当にちょっとだけプレイして、難しかったのかなぁ、当時。なんかもうやらなくなっちゃったんだよね。で、無邪の仮面、これは続編なんですけど、これは全く触ってないですね。全くやったことない。ただこれもかなり名作ということで、なんか有名じゃないですか。その後も Wii とかね、いろいろあるんだけど、とりあえず、まずは、つまずいた地点からやり直さないとなぁというのがあって、スイッチの最新のやつに手を出す前に、まずは64からね、しっかりやっていきたいなと思ったわけなんですね。今月また新しいやつも出るんでしょ？ Wii のゼルダのリメイクかなんか。ぜひ、やりたいよね。もう神ゲーだ、神ゲーだって聞くからね。というわけで、壊れてなかった。64を使ってですね、ゼルダシリーズ2つともやっていきたいなと思ってるわけなんですけど、そこでちょっと問題になるのがね、特にこのゼルダの伝説、時のオカリナの方なんですけど、このソフトさ、ちょっと問題があるんですよ。このカセットタイプの64でもスーファミでもゲームボーイでも、まあカセットによっては同じ問題を抱えてるんですけど、これね、セーブデータがね、電池で記憶してるタイプなんだよね。セーブデータの記憶って何種類かあって、電池で記録しておくものか、まあ電池がなくても記録できるものかっていうので分かれると思うんですけど、無茶の仮面は電池不要のタイプなんだよね。だけど、時のオカリナは電池が必要なタイプ。で、まあ64はメモリーパックっていうコントローラーに挿すメモリーカード的なものがあるんですけど、そっちも電池式なんだよね。だから、どちらにせよ電池がやられてしまっていると、この時のオカリナに関してはセーブデータを記録できないというところがあるので、ちょっと電池の交換をやってみたいなと思いまして。電池切れてるのかどうかすらわからんけどね、まず。ムジラの仮面は必要ないっすね。そこでこれですよ。ちょっとファミコンの動画でもチラッと話したけどさ。こいつ、サイズ違いのやつね。サイズが小さいやつ持ってるんで、こいつ使ってソフト開けれるはずなんで、ちょっと電池の交換やっていきたいなというふうに思ってます。はい。まあ、動作確認する前に、まずはバッテリー容量測ってみようかなと思います。
こいつ開けていきましょう。はい、じゃあやっていきます。これね、ラインヘッドレジ。トゥン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 。ば、ば。お、すげえ。開くわ。はい、簡単に開くね。開けてみます。初めての子だね。こっちはプラスか。中にありますね、ネジがまだ。こういう、自分の趣味のやつは、サブちゃんにちょこちょこ上げていこうかなと思ってますよ。ソフト開けるの初めてだな。あ、開くね。開いちゃうよ。一回。開かないね。開けたいけどね。開かないね。あ、やっぱ電池入ってるわ。どうなってんの？爪かな？これ。これ爪になってんのかな？ここ。ここにはパカパカ開くけど。爪が止まってて開かないのかな？開いた。はい。くぶくぶすげえ、結構簡単に開くな。はい、出ました。はいはい。こんな感じですね。初めて開けたな。あ、端子綺麗だ。開けたら端子とかもめちゃくちゃ掃除しやすいね。あ、綺麗綺麗。電池あるね。マクセル。CR2032 か。電圧測ってみようか。ついでだし、こいつまくってみる。で、この、電池があるタイプを S ラム方式っていうそうですね。S ラムなのか、SRAM なのか、わかんないですけど。で、ムジュラの仮面は違うんだ。電池いらない方式らしくて、舐めてない？ちょっと。ね、ムジュラの仮面舐めてるっぽいぞ。舐め腐ってんな。オッケー、危ねえ。ムジュラの仮面が、どこが引っかかってんだろうな、結局。はい、取れた。あ、これだね。ムジュラの仮面はこうなってて、これは S ラムはこれだって、S ラム。S ラムだって、これが。これがフラッシュロム。もう一個、マリオカートとかは E2P ロムっていう。それも電池がいらない方式でセーブしてるみたいですね。その他にはメモリーパックか。あとは専用のちっちゃいメモリーパックをコントローラーに挿してセーブすると。こんな感じで使われているそうで、だからムジュラの仮面は電池交換必要ないんですよ。ここさえ綺麗だったらね、特に問題なく使えるらしいんですけど、あとチップが壊れない限り。ただ、問題は、やはり、時岡ね、時岡。時岡をどうするかだよな。じゃあムジューラ閉めとこう。ムジューラ。はい。はい、オッケー。問題のゼルダくん。ちょっと電圧測ってみましょうか。あ、3ボルトあるな。電池あるわ。あ、あるわ。やべ。電池あるわ。どうしよう。サブでも出せないわ、これ。どうしよう。どうしよう。ま、いいや。とりあえず変えようか。まだまだ使えそうな感じするけど。念のため変えときます。これで壊したらシャレにならんな。そのクリアしたいなと思ってプレイしてる最中にさ、電池切れでセーブデータ消えましたってなんて怖いですからね。何年も経ってるもんなんで、多分交換されてないよね。で、なんかね、セロハンテープで変えるやり方っていうのもあったりするんですけど、今回は一旦外してみたいなと思ってます。爆発しないか怖いな、心配だわ。怖っ、心配だ。そんなに熱は伝わってないか。足なら大丈夫なのか。ちょっとね、怖いんですよ。ボタン電池ってハンダーごての熱で温めすぎるとさ、爆発するんですよ。一回オカチャンネルさんが配信で爆発させてたからさ、怖いよね、爆発恐怖症だからさ。爆発は二度とごめんなんで、怖いんですが。本当はあのあれがスポット溶接があったら一番いいんだけどね。タブ付きの電池は売ってるんですよ、タブ付きの電池。64とかいろいろやりたいなと思ってタブ付きの電池はもう注文してるんですけど、時の分かりのはちょっと先にやりたいんで、電池変えます。ちょっと急ぎです。このお嬢寺の穴チャンネルの配信で今日やろうと思ってるんで、これ、あー、これ吸えんなー。ひー、これは吸えんぞい。あ、これは吸えんぞい。ハンダ吸い取り機じゃないかも。もしかして吸い取り機じゃむずいかも。ハンダ吸い取り線でやってみるか。ここが入らん、足に。吸い取り線でいけんかな。あんまり信用してない中華フラックスで。げ、最悪。あ、取れんか。
感じ。ほんのり熱い電池が。怖え。お、取れた。いいね。水筒戦でいけるね。電池に熱がいったら爆発するから危ないけどね。本当は。オッケー。熱い。怖い。大丈夫そうっすね、こっちは。あ、あ、お、お、お、外れるな。ちょ、待て。いいぞ。やった。溶かしただけで自然に外れやがる。うわぁ、ぬるぬるか。ほら。ほら。やったぜ。外れますね。あと溶かせば勝手に自分の重みで落ちるな。うーれ。おいやー。ラッキー。あとはビビることなく、心置きなくハンダスイートルさんにすればいいな。はい、綺麗。だいぶ綺麗になったね。よし。掃除しますか。フラックスめちゃめちゃ使ったからな。フラックスの掃除もさ、なんか、一筋縄ではいかないよね。もっとさささーって軽く落ちるもんだと思ってたけど、全然そんなことなくて、もう元の状態に戻すには相当根気強くゴシゴシやらないといけない。綺麗に拭かないとベタベタになるからさ、基板を触りたくなくなっちゃうんだよな。ここまで綺麗にゴシゴシやったけど、まだただ足りないよね。洗い流すぐらいの感じでやらないと綺麗にならないんだよね。はい、いいでしょう。2032ね。はい、2032です。これをつけていくんですが、向き確認しとく。どっちだっけ。こっちか。穴の大きさも違うから分かりやすいな。こうだね。この向き。こっからですよ、怖いのはね。マジでやりたくないんだけどさ、本当は。マジで爆発はもう二度とごめんだと思ってるんで。やりたくないけど、しゃあない。今日、ゼルダの伝説始めるからな。そうそう、今日土曜日でね、いつも土曜日配信してるんですよ。で、今日は時のオカリナやりたいなと思ってて、もう早速今日ね、やりたいんだよね。だけどほら、せっかくやったのにさ、セーブデータ消えてますってなったらしょうもないじゃん。変えとこうと思ってんだけど、アリエクスプレスも最強なんだけどさ、配送のタイミングだよな。ここだけなんとかなってくれたらほんと助かるんだけど。もちろん EMS みたいなさ、使ったら早いんだろうけど、どっちにしろエアビン使えないじゃん、電池ってね。船便だからね、電池は。はい、こうですね。じゃあタブ外そうか。外せるかな。どのぐらいの強さでひっついてんだろうか。うん、すごい硬いわ。ダメだこれ。外せる気がしねえ。こりゃあかん。取れた。ん？片方は取れたけど、曲がっちゃってんな。まっすぐになりますか、これ。まあいいか、こんなもんで。ギュッとまっすぐにして。ほんで？こうして？こうか。ああ、フラックスがベタベタする。ほい。で、反対。OK、取れた。よし。うん。こんな感じかな。で、ここにこうやって、ハンダ付けだね。ハンダ付けしたくねえけど。爆発するじゃん。怖いんだよなぁ、マジで。やっぱね、ハンダ付けは怖いから、やめとこう。うん。ハンダ付けはしません。危ねえよ。爆発恐怖症なんでね。安全な方法でやろう。セロハンテープで止めるってやり方もあるけど、それはちょっとね、不安なんですよね。導通するテープを使ってまたもや。サブチャンネルではおなじみなんですけど、こいつを、使って、ホットボンドで固定してやろうかな。こいつこの表面しか電気通らないんで、こうやって折りたたんで、
導通する面だけにしても、アルミホイルとかでもいいのかな。こいつの方がなんか導通しやすそうなんで、こいつにしましたけど。こんな感じで、表面をね、接地しやすくしたら、どうですか？こんな感じ。そうしたら、ここにさ、ギュッて強く押し込めば、しっかり接地しそうな感じがする。ギュッて。この、タブだけだと、この接着が甘くなりそうだよね。変形しちゃってるしさ。代わりにこいつでこうやって、がっつり固定。こんな感じで。どうでしょう。こうやって、つけて、強く押し付けつつ、ホットボンドで固定する。ってやったらどうかな。いけそうな気がするんだけど。やってみようか、とりあえず。テープの方がいいかな。どっちにしろホットボンドって熱だけどね。まあ、ハンダよりはいいでしょう。ハンダの方がいいかな。ハンダなんて400度とかだからな。ハンダよりはいいんじゃねえのって思うけど。ホットボンドでも爆発するかもしれないから、なんとも言えないっすね。だこっちの方がはるかにマシなんじゃないかって思ってます。多分これだと取れることもないだろうしね。とりあえず物は試しでやってみましょう。本当はハンダする気満々だったけどさ。ちょっと今、ふと怖くなっちゃった。強く押さえつけて。スポット溶接機欲しいね。しかもなんかめっちゃずれてるし大丈夫か。どうだろう。こんな感じ。あ、ちょっと長えな。まあ、そこはご愛嬌でいいか。こっちも同じようにやると。あ、やべ。こんなことしたら基板に乗っけれないんじゃない？乗るかな？一応入るな。一応いけそうだけど、どうする？蓋が閉まるかはわからんけど。できた。どうですか？ 3V 来てる。うん、問題なく通電してますね。ここで行こうか。ちょっと、足つける位置が変になっちゃって、なんかバランス悪くなったけど。まあいいか。よし、これでじゃあ、ハンダ付けしちゃおう。なんかあっさりいったな。これどう？強度的にはどうなの？まあ強度的にも強いっすもんね。バッツリついてるし。まあ、普通にテープとかでやるよりはまだいいんじゃないでしょうか。しかもほら、この中でずれたりすることもないでしょう。一応ビニール巻いとくかな。一応巻いとくか。多分ハンダゴって使って怖い思いするよりはいいけどね。個人的には。大丈夫なんかな。これで俺ハイラル城守れる？大丈夫？全クリまで持ってもらうと、これしかも全クリって言ってもそんなクソほど時間かかるからね、俺の場合。大丈夫でしょうか。心配でござるな。はい、巻いた。ぐるぐる巻き。よし。でじゃあ入れまーす。ちょっと近いな。テープよりはいいんじゃない？テープで貼るだけよりは。オッケー。あっちだろ。あと、蓋が閉まるかどうかよ。一番の問題は。これは、蓋が閉まらないのじゃないか。これ、蓋閉まらんぞ、多分。やば、閉まらんだろ、これ。閉まる。あ、閉まるわ、なんとか。ちょ、もう少しさ、厚みを考えてやればよかった。厚みを考えてさ、もう少しグルーガンを、薄めに塗ってあげれて、開けてれば、ちゃんと閉まったんだけど、微妙に、厳しい。うん、こっちがなんか、きつそう。もう少し薄めに、本当に、あと、1ミリぐらい、薄くしてあげれば、余裕だった。余裕で閉まったけど、あ、大丈夫だな。あとはネジ締めなんで、ちょっと負荷かかってそう。ちょっと閉まりますね。ちょっときつそうだけど。もう少し薄くしてやった方がいいな。はい、オッケー。できた。素晴らしい。じゃあ、動作確認していきましょう。はい、さて64です。お久しぶりです。よいしょ。綺麗なんだよ、本当に。アダプターさ、このタイプにするんだったらさ、内蔵でいいんじゃねって思うんだけどな。あ、でもまあ電源だけ壊れた時に交換できるっていうのはいいのか。コントローラーも状態がいいんだよね。綺麗なんだよ。綺麗だね。こいつ、赤白黄色はさ、なんか彫り製のやつ使ってんだよね。
壊れたのかな。そんでキャプチャーはいつもの IO データさんを使います。 GVUSB2 できた。いきますよ。よいしょ、いきます。電源オン、ついた。あー、いいね、聞こえるやん。いいですね。こんなんだっけ、もう覚えてないな。あら、さあさあさあ、ファイル選択きた。この森にはコキリ族という者たちが住んでおる。彼らはそれぞれ自分だけの妖精を持っておった。じゃがたった一人だけ妖精を持たぬ少年がおったのじゃ。セーブしますか。はい、セーブ終了。電源落とします。電源オフ。一回抜こうか。抜きました。これで完全に電気は通ってないね。行くよ。電源オン。頼むぜ。オッケー。セーブ残ってますね。素晴らしい。というわけで、任天堂64のゼルダの伝説。時の終わりな。電池交換完了。ミッションコンプリート。はい、というわけで今回は Nintendo 64のですね、セーブデータ方式が SRAM の電池が必要なタイプのソフトの電池交換やってきました。こんな感じでゲームボーイとかスーファミとかも同じようなセーブ方式を取ってるソフト結構あるみたいで、電池交換が必要なものは本当はね、タブ付きの電池が売ってるんで、それに付け替えてあげたら一番簡単だし、またはスポット溶接でタブを外してしまって、普通の素の電池だとしてもスポット溶接機があれば付けてできるんですけど、今回はグルーガンで固定してみるっていう方法を試してみましたけど、万が一にでも外れたら怖いじゃないですか。例えばさ、テープで固定する方法もあるんですよね。テープでぐるぐる巻きにするっていう。それはさ、ちょっとさ、万が一このソフトパンって落とした時にテープだからね、ずれちゃって一瞬でも接触がなくなっちゃって消えちゃうとかっていうのがちょっと怖いんで、よっぽどのことがない限りペリッと剥がれることはないと思うんで、直接こうガンガンガンってやったらペロッと剥がれちゃうこともあるかもしれないですけど、ソフトに入った状態で衝撃与えても多分そう簡単には外れないんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当は溶接または、タブ付きの電池で交換した方が絶対いいですけどね。というわけで今回も勝利です。はい、僕が知りたい。そして今日もう今夕方なんですけど、この後夕方のもう5時ですね。この後ちょっと酒でも飲んで、11時からはねいつもの配信やって、で12時からはついにこいつデビューしたいと思いますよ。秋っぽいんでね、ゲーム配信も変、いろんなゲームちょこちょこやったりしてるんで、最後までゲーム長いこと続けたことあんまないんで、こいつは絶対クリアする、そう強い心を持ってやっていきたいと思います。できればこいつも。でその後はスイッチ、ブレスオブなんたら、ブレスオブワイルド、そして新作7月のソードなんとかまでやっていきたいです。ぜひオカリナやって楽しくなかったらやめちゃうかもな。はい、というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。ムジュラめちゃくちゃ難しいらしいっすね。しかもなんか怖いって聞いた。怖い上に謎解きがめちゃめちゃむずいみたいな、優しくないみたいな聞いたことある。 3DS のリメイク版だと少しはやりやすくなってるって聞いたけど、せっかく64持ってるからね、64でやっていきましょう。